こんにちは、ケイラーです。今日は妄想ニュースまとめなんですけども、どっちかというと考察をやっていこうと思います。今日のニュース何があったのかと言いますと、ワルプルギスの獣神化と遊戯王コラボが発表されました。まあそれだけで終わりなんですけども、まあ本当にこの2つが超でかいんで、いろいろとお話ししていこうかなと思います。まずワルプルギスの獣神化ですね。貫通ゲージバランス型、性能はこのようになっておりまして、神化の性能はほぼ皆無ですね。進化の強化版っていう感じなんで、ワルプルギス多数持ってる方は神化の方を全然置いといてもいいかなっていうふうに思いました。で、友情コンボが新友情で、全敵貫通6本射撃は推移というふうになっております。これ前回僕、危険な友情コンボ10選という形で紹介したんですけども、速攻来ましたね。まあ砲撃型ではないんですけども、この友情なかなかやってると思います。今までの全敵ロックオンが全て貫通するんで、ボスの裏に配置してたりすると最強ですし、まあ、貫通イコール弱点を通りやすくなるんで、非常に火力アップします。で、マスや貫通タイプなんで、艦隊性能もやばそうですね超期待できます。 SS は自強化プラス2ターンの遅延なんで、これもまた使いやすいかなと思いますね。とにかくどの面においてもかなり強化されてますんで、非常に期待を持てます。神化の方も電撃持ちと超アンチワープ埋水という風に普通に強いんで、多数持ってる方は全員獣神化させるのはもったいないかなという風に思いました。でも本当に強いと思いますんで、使ってみたライブ楽しみですね。2月12日火曜日12時から開始されます。バレンタインバージョンも登場ということで、こちらもチョコマンケンチを2月12日火曜日から2月16日の土曜日の間まで1回でもログインすると1体獲得できるんで、それでイラスト違いのワルプルギスが作れます。そして昨日僕2月中旬にコラボの可能性が高いっていう動画出したんですけども、予想通りコラボが来ました。本題なんですけども、なぜ2月にコラボが濃厚かと言いますと、本来モンストのイベントガチャっていうのは2日と17日に来るのが主流なんですよ。14日から17日の間に劇獣神祭を挟んで、17日からまた通常のイベントガチャが始まります。これが基本的なモンストの流れなんですよ。ただここ見てください。風と自由のファンタジアは11月2日金曜日から11月16日金曜日までというふうになっております。で、この時何が来たかと言いますと、セーラームーンが11月16日金曜日で入れ替わりで来ました。絶対に土日スタートにはしないっていう方向性だと思います。で、今回のガチャ戦国風雲絵巻なんですけども、2月2日土曜日から2月12日火曜日までというふうになっております。開催期間10日なんですよね。めちゃめちゃ短い。2月12日火曜日から劇獣神祭が始まりまして、15日に終わる。で、15日からそれと切り替えでコラボが始まると思います。そしたら金土日と、ね、コラボを楽しめるんで、おそらくその傾向だと思います。モンストと遊戯王コラボですね。もうこれはめちゃめちゃ盛り上がるんじゃないでしょうか。コラボ実装日は近日中って書いてあるんですけども、おそらく2月の15日金曜日からだと思います。じゃあキャラ見ていきましょう。まず遊戯の進化ですね。闇属性貫通ゲージバランス型、性能はこのようになっております。マイスイエムの重力バリアっていうキャラは闇属性の中でもまだ3体しかいなくて、これで4体目になります。で、その3体も、まあ、これとしてめちゃくちゃ全員強いっていうキャラじゃないので、もうこいつがズバ抜けて最強っていう風になりました。友情コンボがインボルトスフィアですね。最近台湾版の方でも貫通タイプでインボルトスフィア出たんですけども、日本版でも実装という風になりました。で、 SS がね、今回みんな多分めっちゃ強いと思うんですよ。こいつの場合、自強化プラス停止時にサイレントバーニングで周囲の敵を攻撃ということで、自強化プラスアルファの SS という風になっております。かなり期待できると思いますね。やっぱり何よりアビリティが両方ともギミックを火力に変えるタイプなんで、両方とも出るクエストだったらもうめちゃくちゃ強いですね、このキャラは。マイスM超重力ってもう足速くなるわ、地雷拾ったら火力2倍になるわと、いいとこ取りですね。めちゃめちゃ当たりのキャラだと思います。超強いわマジで強い。そして神化の方がですね、反射ゲージ砲撃型ブラックマジシャンですね。性能はこのようになっております。こちらもダブルギミック対応のドレインと短縮を持ってます。友情コンボが全敵録音レーザー L、 アーサーの砲撃型バージョンですね。そしてもう一つが長距離落雷。 SS は狙った方向にブラックマジックを放つということで、これもまた火力期待できますね。多分300万とか400万とか平気で出そうな感じだと思います。まあ、ドレイン持ちの反射タイプなんで、ハマればめちゃくちゃ回復できますし、まあ、短縮持ってるんでこの SS も打ちやすいっていう感じなんで、砲台としても使えるし、回復薬としても使えるし、
ギミック対応高いので、こっちもめちゃめちゃ当たりですね。両方とも強い。限定キャラ並みの強さだ。これは強いです。そしてカイバンドブルーアイツアルティメットドラゴンですね。貫通ゲージバランス型、性能はこのようになっております。最近入りのアンチ魔法陣がついてますね。でカウンターキラーがベースで持ってるんで、砲撃型の8方向レーザー EL にキラーが乗ってきます。で貫通タイプなんで艦隊性能も非常に高そうですし、8方向レーザー EL の砲撃型のカウンターキラーってなると一発の威力がおそらく2万5000円ぐらい、まあ、かなり威力の高いレーザーが出るんでめちゃめちゃ強いと思います。 SS こいつもめっちゃヤバそうですね。狙った方向に弱点ヒットで敵が麻痺するアルティメットバーストを放つということで、砲台を放つような感じなんですけども、弱点当たれば麻痺するし火力も非常に高いと思います。まあこういう系の SS って絶対レーザーバリアも関係ないんで火力期待できますね。めちゃめちゃ強いと思う。これそのてかもう全部イラストっていうかボールレイが良すぎる。めっちゃいい。そして城之内レッドアイズブラックメタルドラゴン反射ゲージ、またまた砲撃型ですね。性能はこのようになっております。飛行重力ブロック対応のロートキラー持ちですね。友情が超強ブレス。最近総比が砲撃型の超強ブレス持って出たんですけども、砲撃型の超強ブレス2体目という風になりました。火属性の超強ブレスですね。もうめっちゃこれも強いと。SS は貫通タイプになり敵を貫かんの近くの敵にダークメガフレアを放つということで、これもまた強そう。貫通タイプになれるっていう点もいいですし、最後近くの敵に追い打ちしてくれるんで、これまた火力期待できますね。てかもう本当にアイコンいいわ。最高。ドラゴンかっこいいですね。今回のコラボキャラはそんなにキラーとかはないんですけども、ギミックの汎用性がそれぞれ非常に高いんで、あまり代用が効きにくいキャラになりそうなんですよね。なので、今回のコラボはめちゃめちゃどのキャラも当たりだと思います。遊戯王はね、僕アニメはあんまりちっちゃい時見てなかったんですけども、普通にカードはやってたんでね、めちゃめちゃ好きだったんですけど、まさかこんな形でコラボ来ると思ってなかったですね。その他ガチャキャラですね。ブラックマジシャンガールとハーピーレディがいます。そして、降臨キャラがリボルバードラゴンと、グレートモスということで、アニメでは非常に盛り上がったところですね。降臨キャラ闇バクラ&ダークネクロフィアとペガサス&サウザンダイズサクリファイスと闇マリックとラーのヨクシングがいます。さらに超究極があるということで、こちらが闇マリック&フェニックスですね。顔がやべえ。まあこの辺は性能まだ出てないんですけども、こちらは超究極で闇マリックの全ステージをクリアした者のみが挑戦可能。超究極をクリアするとフェニックスに自由に切り替えできるんで、難易度で言うと高すぎとか潜水とかと一緒のレベルだと思います。まあ難しいと思いますね。このキャラはステータスアビリティが闇マリック通常バージョンよりも強くなりまして、運極になると超アンチマップを持ってるんで、まあ運極目指しましょうっていう感じのキャラですね。でスピクリ報酬もなんか5ターン以上残してクリアすると金卵がさらに1個確定ということで、スピクリの実がもしかしたらいけるかもしれないですね。でこんな風にいろんなキャンペーンがあるんで、ミッションとかも達成するとグッジョブももらえたりします。とにかく今回のコラボですね、どのキャラもめちゃめちゃ強いんですけども、やっぱり勇気かなと思いますね。とりあえず進化神化にも分けれるっていう点がそもそもの強みですし、まあ、進化の貫通インボルトスフィアでダブルギミック対応っていうところもいいですし、神化の麻酔ダミオで砲撃型の全敵ロックンレザー L も強い、まあ、今後対応しそうになるのは進化の方だと思うんですけども、とにかく強いですわ。てかまあアイコンもめっちゃいいしね。早く欲しいな。まあ個人的にはブラックメタルドラゴンめちゃめちゃ好きなんですけどね、飛行重力ブロックで超強ブレス動き方、これもめっちゃ強いと思うんで、このキャラ推しになりそうですけども、まあ、サイレントマジシャンもめちゃめちゃ強いんで、一番の当たりっぽい顔もしてますしね。とにかく今回のコラボは回した方がいいと思います。マジで久々にこんなしっかり言えると思います。めっちゃくちゃ回した方がいいと思います。これはそれぐらいのみんないい性能持ってるんで、これは激アツですわ。絶対にゲットしたいと思います。まあ赤シャンケンでもありますね。非常に強いキャラたちが多いので、明日から覇者の塔も来ますし、まあその辺でオーブも集めていただきたいなというふうに思います。超究極もあるんでね、皆さんそれに備えてキャラの厳選とかもやっていきましょうか。はい、そんな感じでございます。おそらくコラボ実施は2月15日金曜日からとなって、超究極は2月16日土曜日という風になると思います。楽しみですね。はい、そんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよとかあればぜひ高評価グッドボタンお願いします。あとチャンネルの方なんですけども、まだ未登録で見てくださっている方が 70% 以上いるので、ぜひ登録の方お願いします。それではありがとうございました。バイバイ。